こんにちは、兄です。今日はソフビヒーローの仮面ライダーを買ってきました。ソフビヒーローね、久しぶりで結構テンション上がってます。スーパーソフビタイム。今回はタイプデッドヒート発信編ということで、ラインナップはタイプデッドヒート、マッハ、タイプテクニックにヨモツヘグリアームズ、最後にジャムのダークネスアームズです。裏パケはこんな感じで、それぞれの顔とあと説明が書いてあります。サイドには原寸大の写真が載っています。それでは全部開けていきたいと思います。ラムネはちょっとどけましょう。それでは1個ずつ見ていきたいと思います。タイプデッドヒート、顔がね結構丸っこい感じなんですね。こういう感じなんですけども、でも特徴はすごい捉えてますよね。で、まあいつものねタイヤがこうあって、であとマッハのね要素のここのタイヤのちっちゃいやつもついてます。塗装に関してはいつもの省略なんですけども、全然気にならないですね。背面を見ていくと、よいしょ、こんな感じで白黒のねツートンになっちゃうような感じですね。裏はまあ相変わらず一切塗装なしです。次はマッハです。マッハもね特徴は捉えてるんですけども、まあ塗装の省略はねいつもの通りです。特にねこの手の赤い部分とか、なんでここだけ塗ったかなみたいなね、逆にここだけ塗る方がめんどくせえんじゃねえかっていう、このなんていうの、絶妙な半分差加減、ここまで来てないっていうね、よくわかんないんですけど、まあこれ確かここまでずっと赤だったよな。であとこの足元のね黒い部分も一切なしですね。背面は完全に真っ白です。潔いぐらい真っ白なので、僕はねこの後ろ大好きですね。むしろねこの前の方も塗らないでいいぐらいな気分かな。僕は無塗装のソフビも大好きなので、まあソフビヒーローでもねたまにそういう無塗装ものとかね出してくれると嬉しいです。次はタイプテクニック。タイプテクニックはね結構造形が細かくていいですね。こう見ていくと首周りとかね、そこら辺が、あピント側ねいい感じにね作られてるんですよ。背中は相変わらずの鬼モールドですね。まあよくこれね作りましたよね。今回のシリーズのドライブものではタイプテクニックが一番いいんじゃないかなと思います。次はヨモツヘグリアームズ。ヨモツヘグリアームズはね塗装の省略あるんですけど、結構塗ってる方だと思います。でこの前だれのねこの感じとかもしっかり再現されてて、ちっちゃいながらね頑張ってやってますよね。ここはこんな感じで、ここもね半分にしなくて嬉しいです。兜のね裏側もしっかり塗られていてバッチリですね。ヨモツヘグリはアームズチェンジも出て、フィギュアーツも出て、ソフィーヒーローもね出て、かなり優遇されてますね。最後にジャムです。もうね今回のシリーズの一番の目玉は僕はこれですね。まあガイムのね最終回に出てくるキャラクターなんですけども、造形化されるのは多分ねこれだけだと思います。他で出てくることはまずないんじゃないかな。ソフビヒーローはこういうキャラクターまでねカバーしてくれるっていうのがねたまらなくいいですよね。まあ塗装に関しては顔周りのねこの辺だけを、まあ、塗っているような形で、まあ、ボディもね後ろも、まあ、さっぱりした感じです。ソフビヒーロー仮面ライダータイプデッドヒート発信編、まあね今回ねこういう感じで出たんですけども、まあ相変わらずねソフビヒーロー最高ですね。大好きです。次のソフビヒーローはニンニンジャーなので、まあ、それもね発売され次第買ってきてレビュー作りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。